い、今ね納品先到着です。到着待機です。現在5時30分ですね。到着待機です。ここね確か6時過ぎぐらいからね納品が始まりますんで、それまでねあと30分ぐらいかな、ありますんで待機しておきたいと思います。よし、もう少し待っとこう。よし、納品完了、納品完了。あっち、バタバタ。あっち、タオル。熱っ、ちょっと着替えよう。この時間なのに異様に暑いわ。ねえ、まだ3月やのに、あっち。よし、とりあえず納品完了ですね。納品完了、現在7時4分です。7時4分、この時間いったらまだ渋滞しとらんかな。今回ね帰りの荷物決まりまして、帰りの荷物は引っ越しです。引っ越し、まあそれがねこの時期ね引っ越しシーズンなんで、引っ越しもねちょいちょい入ってくる。引っ越しか。よし、とりあえずねぼちぼち走ります。引っ越しの積み込み行ってきます。10トン1車引っ越しです。レッツラゴー。あー疲れた。とりあえず積み地到着ですね。まだね物がないらしい。今取り行っとるんかな、今集荷行っとるんかな。まだね物がないんだって。だからとりあえずね荷物が来るのを待っておきたいと思います。さあ気が重いけどさ、気が重いけど完璧な仕事やっていこう。はい、今ね引っ越しの積み込み来とるんやけど、まだ荷物がないらしい。荷物がねできとらんみたいやから、とりあえずね先にご飯食べよう。しっかり栄養つけてね、大変なお仕事になりますけども、しっかり備えよう。ご飯食べよう。今日のラーメンはどれにしようかな。よし、今回はねこの見えるかな、とんがらしラーメン、この前ねいただいたとんがらしラーメン、これを調理してみたいと思います。これ結構ね辛いんだって。結構辛いって言うとった。作り方ちょっと開けよう。この入れ物がええよな、この感じがええよな。作り方は 500cc のお湯を沸騰させ、麺を入れ2分経ってから軽くほぐして、さらに1分入れてください。 OK、 分かった。水が足りんな。どっかにあったんやけどな、水どこやったやろ。水、あったあった、危ない。こんなもんかな。今回ちょっとねお野菜も入れようと思っとって買ってきたのよね。もやし、もやし買ってきた。これね洗わんでも使えるやつ、洗わずに使えるやつ。結構あるな量が。よし、これでねとりあえず沸騰させよう。ごちごちいいかな、ごちごち。ね、この麺入れていこう。ね、結構細いタイプなんかな。ね、真っ赤でもう麺が辛そうやもんな。結構辛いって言ったけどな。
もやしで包んでやろう。よし、ここにね、卵を投入してやろう。はい、ということで、あ、まだや、スープ入れてないんだ、スープ。このね、本がらしスープを入れて、ということで完成でございます。豚がらしもやしラーメンです。あ、お腹すいた、食べよう。いただきます。うまうまい。Someone said that you're coming by